ご視聴ありがとうございます。静かなる防衛、台湾自主建造計画未だ不明確、米台共同で開発に米が協力体制、日本も蔡英文総統視察。今現在台湾は潜水艦の自主建造計画を予定しています。これにはアメリカが猛烈に援助をしています。やはり台湾と中国、この関係性で大きくアメリカの今後の展開も変わってくるでしょう。まず日本、第一列島線、台湾、フィリピン、中国本土とつながります。シンガポール、南シナ、この台湾が中国につくかアメリカにつくかによって大きく第一列島線の縮図が変わってきます。台湾も潜水艦建造計画に意欲を示しています。蔡英文総統が肝煎りで進めている計画です。日本へも双竜型潜水艦を何度も視察しています。アメリカは現在原子力潜水艦のみを建造しており、通常動力型潜水艦は日本が世界から一目置かれる状況になっています。最近ではリチウムイオン AIP システムを変更、リチウムに今までの蓄電池を変更してきました。これにより日本の翁竜潜水艦は通常動力型では世界一位だとも言われています。潜水艦発祥の地ドイツでは現在目も当てられないような状況に至っていますが、
日本は着々と進化しており、通常動力型潜水艦では世界で有数の国となっています。去年南シナ海で黒潮潜水艦が極秘任務で登場したのにはびっくりしたでしょう。それを見たオーストラリアが今でも日本の潜水艦を欲しがっているとの報道もあり、日本の潜水艦技術は世界一だということになるでしょう。アメリカは原子力潜水艦のみの建造で通常動力型を作ることは現在不可能になっています。台湾には通常動力型の潜水艦を自主建造するため現在プロジェクトは進行中。設計段階まで来ています。模型ができたんですが、それは双流潜水艦に似ているとの噂もあり、日本も表向きは視察としていますが、完全プッシュしていると協力体制だと感じます。今後日米台の連携強化は避けられない状況です。先ほども第一列島線の内側に台湾があります。これを台湾が今後独立するとなれば第一列島線が変わってきます。アメリカが台湾に大使館を置いたのもその未来を見据えた状況を考えているんでしょう。トランプ大統領になり F-16 を台湾へ支援しています。やはり台湾は今後重要になってくると思われます。台湾は日本と同じで海に囲まれた島です。四方を中国軍沖縄石垣島のすぐ隣です。フィリピン、中、台湾海峡があり、中国も多くの潜水艦を任務に就かせています。台湾には現在
本石潜水艦がありますが、こちら側に2隻、こちら側に2隻と一年中任務に就くことは不可能です。一隻台湾もやはり建造するのに7年はかかってくるでしょう。7年から次々毎年建造していくなら、今後15年で8隻まで増やせる見込みです。果たして次の総統に蔡英文氏がまた再選できればいいのですが、今後の台湾情勢が気になってきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。